こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、青さというね、海藻ですね、こちらの青さのりについてちょっとダラダラと喋ってみようかと思います。まずは青さで検索すると、緑色のこのね、海の幸が随分見えるんですけども、右側ですね、青さは青さ目、青さか、青さ族ウルバの緑藻の総称と言いますね。あ、いろんな種類があるんですね、青さって言っても。で、ヤフーショッピングに商品出てるんで、ちょっとクリックしてみますね。クリックするとどうなるかな。なるほど。ちょっと安いですね、結構ね。何か、カチャカチャと切り替わって、5% 戻ってくるんだ。エントリーしとこう。はい、エントリーする。情報を受け取る。で、青さ、肝心な青さはないですね。どうなってるんでしょうね。もう一回青さでヤフーショッピングログインしてみましょうか。なんだこれは、通信障害か。通信障害やめて。青さ、なに、青さにアクセスさせない作戦か、ヤフーショッピングは。どうなってんだ、出ないですね、これ、ね、なんか私の購入履歴が見えるんで恥ずかしいんですけど、また切り替わった。何なんですかね。あ、これが正規の画面か。この袋で303円みたいですね、青さ。で、商品の合計金額が8000以上でクーポン利用可能って、全然いかないじゃないですか。青さ 10g。まあ、これも水で戻したら結構な量になるんでしょうね。青さってのは何なんですかね、実際。なんかウィキペディアでもあるかな。あ、書いてくれてる。9。青のり族を除く伝統的な青さ族の種を指し、読みにくいですね、読まないとこ。生態、青さは一般的に潮の満ち引きのある浅い海の岩などに付着。もう分かりました、青さですね。青さがなんかいいみたいなんで、ちょっと検索してみただけなんですけどもね。ちなみに青さで画像検索するとどうなるかな。あ、これから美味しそうですね。青さをね、味噌汁に入れるといいんじゃないかな。これ旅館で食べたことあるな。あ、お味噌汁もあるんだ、料亭の味。ちょっと青さをね、食べてみようかな。美味しそうですね。まあ今回はね、以上のようなつまんない動画ですけども、すいません、見ていただいてありがとうございます。